ユージロニさんどうもこんばんは、今回ですね、五三川で坊主連発をぶっこいてますので、ガサガサで捕獲してきた生き物を使ってね、小魚を使って巨大ブラックバスを釣ってやると。奥の手ですよ、奥の手ね、カニからザリガニから、いやーこれなら釣れるでしょうね。生きてるエビ餌こんな感じで、これで、巨大ブラックバスを釣れるのかどうかっていうね、実験検証をやっていきます。もうね、ザリガニのぶっこみ、これ強いからね。ザリガニを尻尾ちょんがけして、ズズッズズッつって、これで絶対釣ったるよ、巨大ブラックバス。キスさん、やってみましょう。やったろ、ね、今日は釣る気満々。今日餌でやる。要するに、さ、この間釣るよ、今日は。この間坊主やったよ。餌でやれば、これでね、フロッグショットで浮き釣り、浮き釣りですよ。餌釣りは釣れるぞ。皆さん見てください。これね、玉浮きで、これ油早をこれ日本針で浮き釣りアップですよ、菊さん。めちゃめちゃ釣れるぞそれ。釣れるかな。やっぱ日本針強いでしょ。日本針は強いと思うぞ俺。菊さん、はい、俺玉浮き見ると子供の思い出す。子供の頃これでよく釣りしてたよ。そうやな。しかもこのゴム。刺してクックッボンって来るんですかね。来ると思うぞ俺は。ちょっとやりましょう、やりましょう。最強やで。キクさん、エサそこに用意したから行くぜ。日本針にした。日本針、あ、うぐい、うぐいで頭と背がけ、油で、油はや、油はや行くぞ、やるぜ。こうあったらまずは油はやの泳がせ、一番でかいやつ行こうかな。からやばい、難しいな、意外。プチ、あ、頭固定しとっけ、頭、うん、下がるから背がけ、背がけ、あ、車、車すごいな、どう、背中、車来るし、背中こんな感じで、これで浮き釣り、ちょっと投げるぞ、ま、ここにティッシュが落ちてる。これで浮きが沈めば釣れたってことだ。さあ、こうやって今浮きをね、ちょっと流れちゃうな、ね、あれでバスがいれば浮きを、ね、あそこにある浮きが沈んで、これなんだけど変化をしてククククって沈んだらバスが食えたってことなの。ザリガニ、俺はザリガニやろ。ちょっとザリガニ、ちょっとつけてつけて。お前はどれやろ。お前魚か。俺はザリガニのぶっ込みやるから、ちょっと息が悪いな。息のいいやつザリガニ。ちょっとでけえかな、これ多分でかくねえと食わんの。ちょっとこんな感じでこれをズル引きして止めて、ズル引き止め、これやっていきます。キクさんどうやってやる。油早、油早、ちょっと釣れよお前、絶対釣れよお前。今日はお前釣らんと。あれ浮きがない、あれ来た、あれ来てる、え、あったわ、食ってないわ。さあ、ザリガニくんです。いれば食うからね、ザリガニは。ザリガニズル引きおいでめっちゃ楽しいんだけど、なんかなんかでかいの釣れそうで、うん、完全に浮きが沈んで持ってったね、今ね、バレちゃった。なんで完全に沈んだ。じゃあ俺のはウグイを丸飲みにして浮きがブワーっていったのよ、うん、で早く合わせちゃいけないって YouTube で見たじゃん。15秒待つって20秒待っちゃったんよ。で1、2、3、20秒待って合わせたら話しとった。多分くわえて違和感感じて針が当たっちゃったの、痛いと思って。くっ、もうあれさ、正直さ、くわえて沈んで持ってってったらもうそこで合わせていいよ多分。これ土壌のワッキー、土壌これいけるでしょやってみるわ、土壌のこの動き。あー、これ土壌はね強いのよ、生命力が。よし、土壌で釣るぞ。じゃあ土壌くんで、えい、よし、これで浮きが沈めば釣れるぞ。いや、たまにはねこれ餌釣りも面白いね、キクさん。ちょっとワクワクするよね。そうやね、逆、もう釣れるんじゃねえかって。餌釣りいいよ、ワクワクする。しかもでかいのが食いそうじゃん。今向こうに土壌のワッキー浮き釣り、あそこにあって、今ザリガニのぶっ込みでちょんちょんってガツァーって来るさ。
にあるんですけど、さっきね貴重なバイトをね載せれなかった、送ったか、さっき貴重なバイトをね合わせきれんかったが、今回当たったら釣りたい。あ、菊さん、雨降ってきたで。寒いよ。ここでやるのはお前やらないと YouTuber バカにされてるぞ世間から。寒いよ。カッパなんか着るの甘えだよ。ずぶ濡れで行くんだよ俺らは。お、浮きが見やすくなったぞ。引かねえかな。引いてくれよ。もうあと時間ないです。もう今4時50分。あともう2、30分で真っ暗になっちゃうな。くー、食ってこない。意外にあの貴重なバイトをね、もう早合わせするわ。もう飲ませない。うん、飲まさずに沈んでグーって言ったらもうバーン合わせたろ。こいや、寒い。ちなみに浮きはここにあります。これが変化して今ね油屋に変えました。油屋が食いがいい気がする。バスが来てくれるから、食うからね。はい、昨日坊主だったんでね、早速リベンジ来ました菊さん。うん、リベンジやな。リベンジ朝7時や。家で6時間仮眠取って、うん、ちょっと釣ったるぞ絶対に、うん、で今日エビで行こう。筋エビ仕入れてきたから。え、殻が立つ。殻が立ったら勝負に負けるで。謙虚にやらないと。何がイライラする？え？イライラする。勝負はね、キスさん、冷静さの方が勝つんだよ。ほら、冷静にやりましょう。これをつけてね、最強の本物のエビ。釣りが下手くそない人はね、イライラしちゃうんです。自分みたいなね、釣り馬はね。全部見えてるから。釣りに行きます。冷静な人が釣る。早速なんか食っとるね。ちょん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 って今変化があった。ブルーギルとか小魚が当たってるな。なんか3センチぐらいの小魚が続く当たりはあるけど、浮きが沈むような魚がまだいない。もう11月もう半ばになって、で今日特に水が悪いんですね。泡が消えないです。だからあのバスっていうのはあの水を嫌ってますね今日は。だからベイト系もないし、ブルーギルもいないし、バスもいない。いるのはボラッコ、生命力の強いボラッコが稲田ですね、跳ねてるだけで。基本的に今バスは水のいいところ、この回はいないですね。全く当たりがないです。だから魚を釣るってことは水を知るってこと。水が悪い状態、あと温度も下がってきてて、だからちょっとバスがフィーディングしてるエリアに移動しないと、これ坊主こきますね。筋エビで何の反応もない。釣れたか。バスか。いや、でかいでかいでかい。おいおいおい、エビやっぱ釣れるやん。でかいやん。うん、ね、でかいやん。全然でかい当たりじゃなかったんだよ。バスの丸飲みやん。丸飲みする。しかも冬バスらしく白いね、ちょっと、ね、白っぽい。釣れるやん。釣れた。エビこれ。エビなんかね、当たりギューンといかずに、うん、なんかもうちっこいのコツコツやっとるなと思って、うっとうしいな。ちょっと待って、飲んどる飲んどる飲んどる、これ飲んどるから。合わせた。ペンチ合わせたらさ、うん、釣れとった。そらたくん、エビ釣れるんだよ。完全に飲み込んどった。釣れなくはないけど、相当渋い状態。あの、バスが白っぽくなって動いてない。で、浮きの当たりも、もぞもぞって感じで、かなり活性が低くて、たま、本当にパラパラいる状態かな。自分のエビには全く当たりないですね。
渋い状況だけど、今ちょっと川の流れ、三代筋からあっち変化わかるかな、あそこで結構今いい水が入ってきてるからフィーディングしてくる可能性十分あるね。今浮きあそこにあるんだけど、そのフィーディングしてきたバスをどうやって釣るか、どうやって釣れるのか全く当たりがないんですけどね。バスが接岸してきて水の流れ、三代筋ですよね。これ水門開放したかもな。水が今左からな、昨日はね右から左に流れてたんですよ、水がね、川の流れが。今日は右から左になってる。昨日は左から右にこう流れたのが右から左に流れてるってことは、これ水門開放してますね。で、水門開放すると同時にシーバスとかうなぎ、とかそういう海の魚が入るんですね。なんでワンチャンシーバスも出るかもね、今日も。キビさん、ちょっと釣れた時の状況教えて。見たやろ。見てない。魚、うん、白い冬の魚、個体がね、弱い白い個体、弱い個体か、弱い個体、強いやつじゃなくて白はね、弱い個体。ああ、そうだな、やっぱり当たりも弱かった。浮きがね、ピカピカピカとなって、なんかこんなやつが続いとるわと思った。5センチぐらい、鬱陶しいなと思ってピッてやったら食っとった。飲んどったな。飲み込んどった。外れた、あれ外れたか。簡単に外れ、結構飲んどったでな。ちょっと釣れんことはないけど、当たりないな。1時間に1回当たりがあるレベル。バスバス、でかい。違う、今、グネグネって。でかい、でかい魚おる。明らかに、でかい魚来てる。強い個体？強い個体。黒くて強い個体？来てる来てる。ちょっと待てよ。こうやって誘ってもいいな、こうやって浮き釣りでも、こうやって。たまには。エビ、白くて弱い個体。スジエビか？やっぱスジエビ強いな。黒くて強い個体を釣りたいんだよ。ああなあ、夏の時期だったらバンバン釣れちゃうんだけど、この11月だから渋いね。あ、痛いんだよそれで。1時間に1回当たりがあるかどうか。どうしたどうした。これ。ここにあった。これ。これはね、状況としてはそのつ、根がかりで切っちゃったを釣り人が釣り上げたじゃ、貸して。根がかりで切ったものを釣り人が釣り上げちゃったという状態ですね。これ錆びてるもんね。とんでもねえなこれ。ゴミだこれ。だからまあライン、まあ、ブレイクはしょうがないんだけど、ゴミ。ゴミは持って帰るなあかんわ。こんなもん。これ坂又かこれ。このまま持って帰ろうよ。これ釣れるで。いる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 。いやお前ちょっと謙虚さ足りない。ちょっと大変になってる。また嫌な性格出てきた。嫌なやつなんだ。なんかほんと、頑固じいさん。近寄るなーって、よくおったやん。小学生の頃釣りしとったらさ、お前なんか、60ぐらいのおじいさんで頑固が、近寄るなーみたいな。そのオーラで撮るわ。自我が発達して、なんか子供、びっくりしたよ、小学生の頃。普通に釣りしてな、ふーってやって、まあ、子供やん。ちょっと向こう行ってとか言ってくれたらいいやん。近寄るなーみたいな。誰やこれ。いや釣っちゃったから、釣り人は悪くなくて、釣り人はラインブレイクした。でルアー投げてたら釣り上げちゃったと。で釣り上げちゃったもん持って帰る義理ないから捨てたっていう。それこれ俺らはもうゴミ見つけたら拾って持って帰るからな。ちょっとこれ持って帰って、ラインとかもまた再利用できるから俺が持って帰る。鳥がねこれ引っかかってね、死んじゃう鳥が。まあまあまあ、いろいろあるから、そういう、死んじゃうんだよ。短期は損期なんだ。だからゴミを捨てる。誰や、これ投げ捨てるかそれ。投げ捨てたらお前ポイ捨てやないかお前。俺が持って帰ります。はい、これまだ信用できない。俺が持って帰る。これ見て、坂又シャット。嫌いなんだ。なんで釣れない。いや、ほんとわがままない人やな。もうほんとやな、あれわかりましたね。あなたは、いや、いいヒルワーじゃないですか、菊池さん。これ釣れない。ああそう、これは釣れるでしょう。なかなかに渋いな。今カラスの大群がやってきた。あれ全部カラスだからね。見える、カラスだよ。やばくない？カラスが200匹ぐらいいるかも。数えてみる。これカラスやべえよ。カラス大群や。
これ100匹ぐらいおるな。100匹近いんちゃう、カラス。縁起がいいですね、カラスがやってくるなんて。浮きは反応なし。菊さん当たったか。今ウグイに変えたんやろ。いやー、もうちょっとバイトあるんじゃない。ウグイだったら浮きが沈むやろ。まあ小バスが来て逃げとんかもよ。食ったらやっぱ沈むから。カラスがすごい。これ何で、お、なんか食べるんかな、カラスって。まあゴミとか食べるんじゃない。ゴミは食べんだろう。人間の出した生ゴミ。ああ、人間の生ゴミな。すごいですよ、カラス。群れで行動するんやな、カラスって。あんな群れはもう見たことないけど。100匹ぐらいのな。たまにウの群れもおるで。ああ、そうなんだ。もう何百匹という300匹ぐらいのウの群れとか。ここにおる。いや、飛んでくることある。見たことあるよ。魚食いに来るんかな、なんだろうね。喉乾いたから水飲みに来て、俺らがおるから飲めんとか。まあなあ、魚食いに来るんかな、なんだろうね。やっぱ今日渋いね。活性低いから開始1時間以上経ってるけど俺には反応がない。ちょっと浮きに当たりがあったけど、ブルーギルかなんか小魚が続いたレベルで浮きが全く沈まないですね。やっぱこの時期は餌でもえぐいきついんだな。一ヶ月前はね、あの餌釣りした時めっちゃいろいろ釣れたんですよ。シーバス、ヘラブナ、ウグイ、ニゴイ、ね、ブラックバス、ブルーギルっつって、それがもう菊池さんがブラックバス一匹釣っただけで何にも反応がないんですよね。釣った、ついに。でかい。でかいよ。でかいよ。でかいよ。いい魚よこれ。これ40いってるよ。でかい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 の来た。お前もでかいでかいバスバスでかい40でかいの来た。やっぱりエビだ。くわー、でかいっつってもまあ40あるなし。よし、おー、出る出る。くわー、でかい。そこそこでかいでかい。ちょっと待って、40ジャストぐらい。うわ、バレるバレる。食ったエビ。あのね、イメージはね、全く動かなくて、軽く、ちょっと。うわぁ、来たぁ、来たぁ、40だ。40来た。あのね、当たりほどなくて、ちょっと浮きが変化あったんよ。ブルーギルと思ったら2センチぐらい浮きが沈んだよ。そしたらもう乗った。やった、めっちゃ嬉しい。これはいいよ。だって昨日からずっと釣れんかったやん。もうようやく7時間ぐらいやっとんだね。やった。ちょっとサイズは正確にいきます。上口20の43.5ってとこ、43.5、44ってとこなんだけど、合わせた瞬間動かなかったから、これちょっと大きめだなって。これは嬉しい。なあ、これなん来るんだな、あれで。横持ちしてよ。手が臭くなるとか言ってる場合じゃない。手が臭くなるんよ。いや、これは本当に嬉しかった。しかもさ、安易についてはうれしくないじゃん。昨日から坊主こいて、もうな、朝から絶対リベンジしたら来たやん。43ぐらいか。いいのおったね。オッケー、ありがとう。やった。あの、今釣れた仕掛けはまあスジエビチョン掛けの棚が80センチぐらい。それでただ1時間ぐらいかかったよ、釣るまで。2時間ぐらいかかったか。昨日からだから合計7時間ぐらいかかってる。甘くねえけど、またもう一匹釣ります。釣れた釣れた、来た来た来た。あ、何それ。シーバス、シーバス、シーバス来た。すげえ。
いや前回も1ヶ月前もシーバス入れたやん。だからシーバスのコシーバスは入っとんよ、うん、今朝水門開けたから。ナイス、これはいい。コシーバスです。かわいい、やった。なんか行くぞ。バスがフィーディングしてきたな。だいぶフィーディングしてきてるわ。ああ魚入ってきてる、魚系出てくるな。水門が開いてるから。うん、だから活性が上がってきたのに水質ガラッと変わったわ、この1時間で。水が良くなったから。うん、見たら分かるやろ、水が良くなったなあ、当たっとる当たっとる。いい水が入ってきたんや。ちょ、もう一匹釣りたいね。ああ次は50アップ50アップな。おう、餌でクタ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 、ひったくるようにバイト。これはちょっとちっちゃいですね。どういう釣れ方っていうと、浮きが一気に持ってかれました。はい、ちょっとちっちゃいね、20センチの小バスですが、餌釣り楽しい。自分もルアー釣りやめて餌釣りの高橋になるかも。これはちょっとエビにね1時間ぐらい反応がないんで、これにします。油早の泳がせ、二刀流でいきます。エビを出しながら油早も行く、メタニウムでやっていきます。菊様、油早がちょっと変化あるぞ。今バスが追いかけて、あー食わんか。一瞬浮きがさ、ググって、あ、しぶき上がった。うわー、どうかな、外しちゃったか、あの左側の浮きね。来たか、来た、どれどれどれ。おいおい、そんなことないやん。エビか、エビエビやるな。強いな、やっぱ生きたエビが強いわなあ。あとサイズだ、さっき死んだやつでずっとやっとった。あーやべえ、エビでもなかなか当たらんな。うん、1時間ぐらい当たりがない。もう昼になりましたが、今小バスを足元でばらしました。食ってきました。20センチ、釣れた、ちっちゃいよ小バス。15センチ。御三川バスいっぱいいるね。エビは見切られない。ちょっとエビがなくなっちゃったんでこれね。カワムツで。どうした高橋さん、これ何、うわー、落っこちちゃう。カーゴ、謝らな、バス君に。ごめんね、国魚、国魚、国魚、謝らな。釣れたね。あ、来た来た、これ来た来た来た、カワムツ多分今バスが近くにいてビビって逃げてるんだ。お、今一瞬当たったけどな。何釣れた？ブルーギルか。これで釣っちゃう？あ、ブルーギルはいいね。浮き釣り。当たった。飲んどるか今。軍艇コン。浮きがね、沈んだんだよ。今食われてる可能性がある。あ、食われてる。あれ？今食われてる。エビがなくなって、餌がザリガニになって全く釣れないです。あれ、浮き釣りは3センチのザリガニやってて釣れなくて、でカツザリガニのズル引きやってんだけど全然釣れないんだよね。これね、もうシルエットがでかすぎて、これズル引きしてきてんだけど、生きてんだけど、ね、全然釣れませんから。これほら、でこれをチョンチョンって動かして20秒待って、チョンチョンって動かして20秒待って、バスが少ねえとか、やっぱりでかすぎて、シルエットがでかすぎてちょっと食いづらいんだと思う。うん、シンプルにいるんだろうけど、で筋エビだとね一発で食うわ。でなかなか難しいと思ったらルアー落ちてるやん。ラッキー、ルアー拾っちゃった。何これ、なんだこれ、ディービルシャット、ディービルシャット、うん、拾い物には服があるので、これゴミ回収とともに持って帰ります。危ないからね、こんなとこ落ちてたら。ディービルシャット、これいいぜ。新しいな、さっきまだ針がなまってない。釣れた、釣れ
なんかお前キクさん、ちょっとここ先持ってくれん。気をつけて、気をつけて、気をつけてな、気をつけてな、針気をつけよ。ほら釣れたんかお前、これすごいやん、お前。でよ、31、2、30だな。よっと、もう餌釣りやめてね、ルアーで、やっぱり僕たちはルアーマンなんで、魚がもわっとしたんでサイトで狙って釣りました。浮いてました、魚が。浮いとったんか。うん、今日魚浮いとるから。食ったんか。食った。ははははフォエース。オーケー。見ております。やっと。糸が張っとるでなかなか難しいです。食った。食った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 。よっしゃ。食った食った食った。よしよし、いい。めっちゃ行く。ぶっこ抜いていいかな。ぶっこ抜いていいかな。うわぁ。30アップさあ、朝一ね、この橋界隈、向こう界隈、この辺りで40アップ5本出てます。で今、昼の3時ぐらいなんですけど、もう水が死んでますね、はい、もう水門を閉じちゃってるんで水の流れが止まって、でこうなるとこの界隈は絶対釣れない、絶対釣れないってこともないけど釣れづらいね。水がほら一番悪い状態なんで、バスがほぼいないですね。3時12分まとめ釣りました。結構いいバスでしょ。40ぐらい、40ないかな。では40ジャストぐらいだね。ちょうど40ジャストぐらいですね。これが釣れんすよ。これ綺麗な魚体、最強シャット。さあ一匹釣れたと思う反応ですね。どんどん釣れて、今隣で菊池さんは山田抜きをね一生懸命投げてます。無反応。まあ、この壺にはめるっていうか反射で壊すっていうかね、まあ、もうちょっとあと1時間ぐらいできるんで打っていきますけれども、はい、こんなものが釣れました。はい、なんだこのワンワン、でかくなってる。おう、ゆうさんどうよ、その後。モダムキでね、うん、うん、やろう。あのね、今まさにあのさっき用釣りスリーシャット根がかりで切ってさ、でドラグギチギチでこれ投げて1投目完全な50アップ食ってきた。ググッと当たってたんでかい、ググ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 ブシッと、うわっ、切れた。要するにドラグが強すぎてガチガチにあったから見切れした感じで、その後うねりがブワって出たからでかかったと思う。連続で釣れとったところ、持ってないわこれ。お、ついにお前も巻物にしたか、お前も意固地になってな。山田の木は切れちゃった。山田の木からあの偽物のカトテールで釣れんちゅうのに今日釣ってないやろ一匹も。分からんだろそんなこと。な、あ、これは釣れるよ、これは間違いないね。うん、レアレスクランク、それ指気をつけた方がいいね。この間俺また血出たこれ。そうだった。ルアーの整理しとるときにブスッと血がプチプチプチって出たで。返しまでいかんかった。もちろん返しはいかんけど、サクサクフックだからめっちゃ刺さるのよ。注射だ注射。じゃこれ強いぞ。このね、このね、ヨウズリ 3D シャットの進化系なんやけど、これラトル入り、これで食ってきた。最近あのリクオート系を見すぎてだいぶ影響受けてんだ。ラトル入ってない。
ラトル入ってないと釣れんで、ね、ごさんでは入ってないやろ。ここは捕食というより、あの反発っていうか攻撃する感じで釣るから、擦れてるから。いや食わないね。あのワンチャン逃したのが痛かったね。いやバケモン釣り倒すよ今後も。んじゃねえバケモン、魚取りまくれよ。ということでね、もうそろそろ帰りましょう。暗くなったんでね。今日楽しかったね。朝は餌釣りから、午後はルアー釣りで、で午後はねルアー釣りでデカバス2バイト、まあ40ぐらいと1匹最後のはデカかったと思うよ。仕事で帰るか。え？まだやるか。あと後藤させてくれ。お前もしかしてちょっと一言言っていい？お前弱い個体か。弱い個体だ。弱い個体だ。白くて弱い個体。白くて弱い個体か。釣れんかったかやっぱり今日も。今日は朝釣れた。あ朝はな。なかなか厳しいやろ、小さんがは。まあ。安易には釣れないな。最後ちょっと見せてないんだけど。ずっとクランク。あ、またあれか。一番釣れるクランク。レアレスクランクな。一番釣れる。おお。しかもこの黄色。おお、早く投げろ。まあまあ釣れとるからな。ということで皆さん、また会おうぜ。